ベニーが。ゲリ。ベニーがないとどこにお顔があるかわからないでしょ。ゲリがないと。ピピやんそれ。この間さ、イカゲーム見てて肩抜きやってたからさ、やりたくなっちゃってね。私初めてなんですよ、肩抜き。肩抜きやったことない系女子。やったことある系青年。そこ男子ちょっと男子じゃないかなと思って今。あるあるよね、みんな。私全然お祭り行ってもそんな。お祭りに絶対肩抜き屋さんあるよね。肩が取れたら、いくらみたいな。これごめん、俺もうやっとるやん。しかもめっちゃうまいやん。このさ、肩抜きなんか小さめじゃない？いや、この大きさよ、この大きさ。私はそのイカゲームのさ、こんくらいのイメージだったのよ。こんな感じやな。イカゲームの大きさは基本ないよね。あれ、韓国風じゃない？韓国風。韓国風なんだ。私な、韓国風でよかったな。画鋲とかでね、はい、こうじくってくるんですよ、こういうのでね。チーターなんとかヘラホニーだ。それはだるまさん転んだね。それ美味しいわ。いや、まずい。すいません。俺、プロなんで、指でいきます。マジ？結構硬いね。食った今。うん。まずくね。なんだこれは、チョーク。チョーク食ったことあるの？終わった。昔もうイカゲームだったらもうチョックなんですよ。なんかね、あれだな。分かった。これ何の味か分かった。歯磨き粉をそこら辺にプシッと飛ばして、それをずっとカピカピにさせて浮いた味。カピカピにして作ってことある。何、手がいいの？手がいいよ。手が一番簡単。手でやっちゃっておったんだけど。女子苦手そう、肩抜きとか。逆じゃない？ラグビー部のダンスとかこれできなさそうじゃない？指で持った瞬間クショーみたいな感じじゃない？女の子の方がさ、こういうなんか繊細というかデリケートというかさ、まあ偏見だけどね。終わった。さ、なんかそういう偏見あるよね。ある。そういうさ、男子に対する偏見みたいなのある。いつもエロいこと考えてんでしょって。エロいこと。それはでも偏見じゃなくて、まあそうじゃない。事実。おう、事実な気もする。考えてるの？俺？うん。いや、俺はもうね、あざみちゃんのことしか考えてないけどな。いや、待って、どうだな。本当に。仕事中とか考える？考えてるっしょ、みんな。仕事中の8割は考えてんじゃない？ある、なんか。あるよ、いっぱい。女の子って、基本みんなド M な気がする。確かに、M7 割な気がする。結構うちらもさ、シートベルトみたいななんかさ、ベルトか、ベルト先をみたいなやったじゃん。うん、あれ結構、私もやりたいですみたいなさ、勢多かったよね。やりたい勢は S やろ。やってほしいみたいな。そう、やられて。でもわかる。私もなんか、大学生の時とかよく友達とそれ話した。M や。あと思うのがさ、女の子は友達を作る時とか友達同士の時とかって結構その気使いながら相手を傷つけないように、でも相手に気を許してるんだよっていうことも考えながらなんかうまく接していくのよ。いろいろ考えるの。男の人って一緒に遊んだらもう俺ら友達みたいな感がある気がする。それないね。ないの？考えてんの？女子って結構なんか人間関係ドロドロしてるというか。イメージあるよね。あるよね。男も結構ドロドロしてると思うよ、俺。マジか。前も半沢直樹とかね、ドロドロの最終形態だよね。そうだね。なんか嫉妬とかするよね、みんな。するんだ、やっぱ。私、女の子の方が嫉妬するかと思った。いや、男、めっちゃ嫉妬するよ。何に対して？モテる自慢とかね。どうやってするんだろう。女子はなんかイメージ、なんかもう何々くんからもう LINE すごい来て困ってるのみたいなイメージ。男子はなんだろうね。俺あいつとやったぜとか。待って、それはね、マジね、モテてるわけじゃないから。男子の場合はなんか勲章みたいな。うわ、ムカつくわ。女子の偏見は、その恋愛とかで言うと、おとなしそうな子ほどエロい。エロそう。わからなくもない。なんか、
割とちょっとおとなしそうな子の方が展開持ってくのがうまい。目で誘う感じ。男の子が多分グイグイ行きやすいのかわかんないんだけど、ね、コロコロ転がってく感じ。じゃあなんかこっちが口説いてると思ったら、うん、そういう口説きやすい空気にしてるみたいな。そうなのよ、そうなのよ、そう。なるほどなるほど。なんか気づいたらいないなみたいな感じ。いつもダンベル。ダンベルなのか。ひょうたんじゃね。うんうん。ひょうたんだ。あとね、女子は部屋が汚い。あ、でもなんかお姉ちゃんの家部屋は、うん、いやこの家やばいな。大体みんなね、結婚したらめっちゃ綺麗になってる。なんか自分の学生時代の家に関しては不潔なものはないんだけど、物が多いイメージ。うーん、男の人は不潔なものが多いイメージ。いや、ないよ。だってさ、翔英さんのさ、うん、一人暮らしのおじさん、うん、トイレがさ、うん、真っ黒だったのよ。便器の内側がびっくりした。あれカビかな、あれ。うん、もずくが浮いてんのかなって思った。あれやばいよね。あれやばかったよ。あー、耳が取れた。ダメだな、ダメだ。あ、今なんか成功してんの。いや、同数やん。すごいじゃん。なるほどなるほど。うさぎちゃん成功しました。マジすごい。最終的にこれ成功した方が多い方が何する。かける。あれかな、某緑のコーヒーショップで某冷たい飲み物を買うかな。分かった、はい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 。男の人ってやっぱ浮気するん。するやろ。マジ。浮気はしない人っていうのはいなくて、うん、マジできない人っていうのはいると思うんですよ。うん、要は相手がいないとできないです、浮気って。そうね。それ以外でできるのであれば、うん、みんなするやん。翔英さんじゃあずるっと。いや、俺は人類史上初の唯一浮気を克服したオス。いや信じられない、信じられない。唯一の例外。ちょっともし翔英さんが他の女の人とはできないところを見せたら、あさみのツイッターまでご報告ください。あ、あーやべ、だんだん成功しなくなってきちゃった。ちょっと動揺してるんじゃない。あなた、例えばだけど旦那さんが浮気する、不倫するとかになったら、うん、どうしたらいい。全人類のメスを駆逐する。待って、待って、いっそのことその人去勢した方が楽じゃない。偏見あります。女の子の方が結構陰でエグいこと言ってる、うん、下ネタ女の子の方がえげつないって言わない。右に曲がってたとかやつ。これどうかなとかな。なんかさ、この間俺 TikTok でさ、うん、面白いアクロバティックなネタ見つけたんよ。うん、やろう。ちょっとやる。やりたい。やるか。ピコイチチャンネル。よし、おい、よし。どうしたらいいの。どうしたらいいんだ。足を俺にこう。さっきさっき足を。さっきせーの。はい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 。あ、これなんか手離すの。右手じゃない。ちょっと待って、ちょっと待って。手離さない。あー、引いちゃうんだ。いいじゃん。こっちじゃん。え、こうやって。あ、そう、こうじゃん。あ、そう。あ、ダメだ。私たちがアクロバティックのことをすると、我が家の貴様がうちらが多分喧嘩してるんだと思ってね、うん、ギャン泣きするというね。ちょっともうやめよう。なんか緑のコーヒーショップの冷たい何かが飲みたくなってきちゃったな。今のところね、あざみちゃんの方が成功してるんですよね。え、でもね、私うまくない。今私ね、9個俺5個やばくない。やばい。すごい、うま。すごくない？うまくない？私なんか新たな才能開花してるんやけど。最初さ、確かあさみちゃんこれ才能ないよとか言ってたの。ヤバタニ水源。ああ、割れた。ああ割れた。うわ、最悪。ピコイチチャンネル。
緑のカフェ常連ですか。はい、店員さんにいつものって言ったらいつものですねってなる。いらっしゃいませ。どうもクセ強クセ強。今日も天気がなかなか悪いわよ。傘は持ってきてる？はい、傘持ってきてます。折りたたみなんかじゃダメよ、飛ばされるから。ありがとうございます。お客様、今日はいつものあれね。いつものあの白いやつ。すいません、お客様、当店のご利用は初めて？初めて。わかるかって。こんばんは、サーバックコーヒーのご利用ありがとうございます。こちらもお決まりでした。お伺いいたします。抹茶クリームフラペチーノに、はい、トッピングでチョコチップとチョコソース追加で。あずみちゃん、パンプキンいいの？そう、パンプキンスパイスラテ。 あとパンプキンスパイスラテのトールサイズを一つください。ホットで。ホットで。ホット。はい。傾きに負けた気分はいかがですか？傾き、正直負けたことなくて。マジか。圧勝だってけどな。スリーブをお付けしますか？スリーブいる？スリーブ、なんか持つとこの。あ、はい、いる。ください。かしこまりました。おしゃれな単語にはちょっと敏感になっちゃう。抹茶クリームフラペチーノにはトッピングでチョコソースとチョコチップ追加。これが2の頼み方。鉄板ですか。うん、じゃあ型抜き勝負は私が勝ったっていうことで、翔英さん、ドリンクありがとうございます。じゃあ翔英さんから一言。まあね、型抜きは負けたけど、みんなチャンネル登録はしてくれよ。ちなみにパンプキンスパイスラテはなんか水耕なお味がします。特徴だ。あ、意識高い系だ。そう、意識高い系ラテだった。なんかちょっとおしゃれな意識高い系カフェの、に出てくるっていう。こんな私でもなんかこれを飲んだだけでちょっとプラダに出られるんじゃないかってちょっと勘違いしちゃう感じ。プラダってなんだ。防具だな。防具。はい、以上、こんな感じです。じゃあ、みんなまたね。バイバーイ。バイバーイ。